みなさん、こんにちは日本原子力産業協会がお届けする JIFE TV 船引きのぞみです JIFE TV 5月は解説世界の原子力発電開発の状況をお送りします原産協会では毎年世界の電力会社などにアンケートを実施し得られた回答などを取りまとめ世界の原子力発電開発の動向として刊行しております 本年1月1日現在のデータを取りまとめた最新版世界の原子力発電開発の動向をもとに原産協会の石井明子さんに2008年の世界の原子力発電開発の状況について解説してもらいます石井さんどうぞよろしくお願いいたしますまずはじめに世界の原子力発電の状況についてご説明をお願いしますはい。 本年一月一日現在、世界で稼働中の原子炉は合計で四百三十二基、三億九千四十四万四千キロワットとなりまして、前回調査の四百三十五基、三億九千二百二十四万一千キロワットに比べて、およそ百八十万キロワット設備容量が減少いたしました。また新規に営業運転を開始した原子炉については、二千八年中は一機もございませんでした。はい 2008年中に新規に営業運転を開始した原子炉は一気もなかったとおっしゃいましたがそのようなことはよくあることでしょうかこれは IAEA のエルバラ大事務局長もおっしゃっていたことですが年間の新規運海原子炉が一気もないというのは1955年以来初めてで少々珍しいことです。はい しかし新規着工および計画入りしたプロジェクトは前回調査同様次々と出てきておりますのでたまたまそういう時期だったということだと思います、はい、具体的に世界で建設中の原子炉は15カ国で52基4775万1000キロワットとなっておりますこの中で2008年中に新たに着工したのは日本とアメリカの各1基スロバキアの2基 中国の5機合計で9機889万8000キロワットです、はい、また8年8年に新たに計画入りした原子炉建設プロジェクトは3カ国で16機1891万2000キロワットございましたはい。前回と比べて稼働中の原子炉が3機減少していますがこれは閉鎖されたということでしょうかはいその通りで スロバキアの1基と日本の2機、合計3機、はい、引き続き注目すべき国々の動向について解説をお願いします、はい、ヨーロッパではイギリスが新規原子力発電所の建設に向けて本格的な準備を進めているほか原子力の再生に向けて着実に動きつつあるのが分かります。 特に注目されますのはイタリアやスウェーデンのように1979年の TMI 事故や1986年のチェルノブリ事故の後、脱原子力政策をとってきた国々が原子力推進に向けて大きく政策を転換したことです。イタリアはかつて稼働していた商業路を閉鎖して以来電力供給不足に悩み フランスから原子力による電力を輸入するなどして、国内需要に対応してきたという事情がございます。はい、スウェーデンも、閉鎖の条件となっていた代替電源の確保が進展せず、原子力の復活を望む世論を背景に、政策転換の機運は高まっています。両国とも、地球温暖化防止と長期的に持続可能なエネルギー供給の両立を目指して検討した結果、 原子力を選択するという判断を下していますまた2003年に原子力法改正で脱原子力政策に終止符を打ったスイスでも30数年ぶりに新規原子力発電所の建設で事業者が政府に包括申請を提出する動きがございましたイタリアとスウェーデンにつきましてはまだ法的な基盤整備など準備を進めている段階ですので具体的な原子力建設計画は 浮上してていいまませんがが今後の動向に期待が持てると思いますアメリカでは2008年から9年初頭にかけて30年ぶりに新規発注これは設計調達建設を含む一括請負契約のことですが4件8機あったほか建設を中断していた1機でも工事が再開されています。 欧米では今まで低調だった原子力発電の評価が再び高まっているということでしょうか私もそのように思いますしいよいよ原子力ルネッサンスが現実のものとして形を見せ始めた感がございます、はい、それでは近年原子力発電を積極的に推進しているアジア諸国はどのような状況でしょうか。アアジアでは特に インドのようにこれまで国民の4割が良質な電力の消費を享受できていなかった国ですとか中国ででのの原子力開発計画の進展が著しいです。経済の発展に伴って電力需要が急激に増加していますのでこれに対処するためインドでは現在およそ400万 kW の原子力発電設備を2032年には6,300万 kW に拡大することを計画しています。 中国では現在900万キロワットの設備を2020年には4000万キロワットに増強するとした計画を最近になって7000万キロワットに情報修正するとしていますまたベトナムやインドネシアのように長期間をかけて原子力発電の導入可能性調査を進めている国のほかに化石燃料依存からの脱却を目指すアラブ首長国連邦では わずか2年で具体的な原子力開発計画を策定いたしました。さらにヨルダン、カザフスタンなどでは、自国のウラン資源を活用して原子力発電導入への道を探っています。どの国も皆、原子力先進国からの協力を得るために積極的に活動しているのが愛称的です。はい アジア諸国でもさらなる原子力発電推進や新規導入に向けたさまざまな取り組みが見られるということですね石井さん今日はどうもありがとうございました原産協会が実施したアンケートの結果から予想されることは今後世界各国で原子力を再度評価し積極的に推進する動きがますます顕著になるということではないでしょうか 第18回のジャイフ TV はいかがでしたでしょうか。次回は6月15日月曜日に配信する予定です。それでは失礼いたします。